どうぞ大きな拍手でお迎えください山崎バニラさんです本日はにぎににしく山崎バニラの活弁声巻き2022にご来場をいただきまして誠にありがとうございます大変ありがたいことに5年連続の出演となります活動写真弁士の山崎バニラでございますどうぞよろしくお願いいたします 中さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日は野良黒ですね、はいはい、あのちょっと個人的な話で恐縮なんですけれども、はい、野良黒あのこの犬のキャラクターの漫画なんですけれども原作者の田川水宝さんという方1889年生まれですけれども実はですね私の小学校の先輩でいらっしゃいます <laughs> ええー。本善中町にございますですね <laughs> すごい偶然で そうなんですよ <laughs> 臨海小学校というですね、はい、学校なんですけれども、はい、私あの、思い出しますとですね小学校時代のですね、はい、学級新聞ですとか運動会のキャラクターとかに本当にちゃんと作者の,けあの承諾を得ているのかどうか分からないんですけど全部くろうなんですよキャラクターが <laughs> あのそれはあの実は良い思い出ではい、はい、田川水鳳さんってちょっと著作権に大変おおらかな方で。 漫画映画も割と誰かで構わず作っていたんですねノラクロもなので今日のはおそらく正規のものだと思うんですけれども私がたまにおもちゃ映画とかで活弁するのは原作より出世していたり安否不明のまま終わってしまったりもっと戦争色が濃かったりミッキーマウスと共演していたりあのするものもあります。やばいやつですねそれは確実に <laughs> はい、あと、田中さん、あの、この司会をご縁にということもあって。かなりさまざまな無声画の上映会にお運び、はいただいて。ね、すごくマニアックな無声画鑑賞会とかにも <laughs>、田中さんいらしてびっくりするんですけど。ありがとうございます。とんでもございませんです。<laughs> あの、バニラさん、もう。コロナが明けてから、もう、それまでの沈黙期間をですね、打破するブックですね。もう、すごい活動ですよね、最近ですねあ。ありがとうございます。あと、意外と。 弁っててコロナにも強いいなと思いまして <laughs> 私ステージ上で本当に1人で弾きながら話すのであのもう意外とあのもう密には絶対ならないということで大変ありがたくお仕事させていただいてましたあのぜひ皆さんもですねあの無声映画鑑賞会等々でですね、まあ、今日は野良黒ですけれどもさまざまなジャンルの作品に、えー、バニラさんが挑戦されてますのであのぜひですねあの他の会場にもお運びいただければと思っております。 あの皆さんもよかったらご自身のお席からお写真ぜひ撮っていただいてあの「今日は山崎バニラ弁士のカツ弁行ってきたよ」なんて言っていただけるとありがたいです。はい